128。俺も同じさ、なんだっけ、もうあれにしといていいや、ドライバーオンにしといていいや。俺ならとっとと片付ける。俺も同じさ、ピッてやって。俺も同じさ、ピッ。したら次これミヨーンってできたら、指輪をの手をこう持ってきながら、だからとっとと片付ける。だからとっとと片付ける。っていうなるつもり。大事。はい。だからかぶせる。ああ、この前もちょっと。はい。貴様に関わってる暇はない。俺も同じさ。変身。レイ。難しい。仮面ライダービザード、そして相馬春人役の白石俊也です。やっぱり1年間と、映画も含めると1年半ぐらいあるって聞いてるんで、健康第一でみんな怪我なくやっていけたらいいなと思います。銃持ってるよ。ちょっと晴れてもここら辺で撃った向こうがバーンってやってきてるわーお小読みが撃って変身までも大丈夫。変身まで見てないですね。ちゃっちゃで販売機買ったら見えるんじゃないの。来たこよみ役をやらせていただく奥中誠です、この1年間、自分が思うこよみちゃんを精一杯演じられるように頑張ります。はい、よろしくお願いします。私大門凛子、改めまして。改めまして、奈良俊平です。っていうのを、もうちょっと逆そっち行かないで、こうなってます。改めまして、奈良俊平です。ダーッガーンになります。終わりました。こんばんは。3、4、3、私と一緒か。え、よろしく。私大門凛子。改めまして、奈良俊平です。よろしくお願いします。みんな、すいません。ハルトさん、すいません。大丈夫ですか。これお土産。ありがとう。このドーナツ美味しいんですよね。すごい美味しいの。食べて。いただきます。いただきます。うまい、うまい。あよ、奈良俊平役をやらさせていただきます。戸塚純喜です。今回仮面ライダーウィザードというとても大きなお仕事にですね、キャスト、スタッフさんと力を合わせて、皆さんに元気と勇気を届けられるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。
まあ、これ紙入ってるから最初だからこの水でこうリンコちゃんだけにしてるから手前の画面でリンコちゃんだけにしてるから、うん、考え込んで私が刑事になった。私が刑事になったのは父の影響なんです。行きます。自分で見る。うんうん、で、箱、うん、箱こういうふうにこういうふうにありえないけど、ね、まあまあまあ、また男、また男っぽくなっちゃうけどね。はい、じゃあ行きます。はい、本番。はい、はい、回りました。よーい、さあ。なんでそこまで刑事としての自分にこだわる。私が刑事になったのは父の影響なんです。えい、はい、いいですか。チェックします。いい感じで風が、いい風だったね。あとは開くよりと写真でいいんですか。はい、新米女刑事大門凛子役の高山優子です。1年ちょっと、子供たちの見本となる、刑事となれるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。あ、お願いします。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。じゃあ、ちょっと段取りというか、はいはい、なんか結構いい店だな。で、あの、小倉さん、お部屋を作る。いつもどっちかというと暗闇の方がなぜか、あの、カルトという上の立場っていうか、ちょっと強気に出ますんで、あの、乗せて、それを押すっていう感じで削っていく、下からで、これはこう握りで乗せて、で、押すだけです。そうです。そうです。こういう風にしてるってことですか。そうですね、こういう感じにしてようとして。チャック2。さあ、それはわからないな。俺も魔法の指輪を作りたくて作ってるわけじゃないからな。いつもいいことばかり起こるとは限らないんだ、これが。まあ、仮面ライダーというと、あの、歴史があってね、もう昔からずっとやってますし、もう誰でもが知っているドラマですからね。ヒーロードラマですからね。そこにちょっと僕は参加させていただいて非常に喜んでおります。疲れるっての、じゃあさっきね、疲れるっての持ち上げた、持ち上げた、そしたらその指輪をはめて、はめて、うん、よっ、ガルちゃんも魔力切れね。ああ、遅いよ、春。まだ寝てればいいの。平気平気、これ以上寝てたらかえって疲れるっての。はい。まあね、僕にとって初めての仮面ライダーメインっていうのもあるので、まあそこはそのなんでしょうね、仮面ライダーらしさを出しつつも、まあ、自分もバリバリ出していきたいかなというふうに気はしてますけどね。はい、そうですね、みんな素直でいい子で、で、芝居もそれなりにできて、うん、やってて、あ、これは楽しいものになるぞと、そんな感じは受けております。はい、白石くん、すごい線が細いところがあるので、まあちょっとその辺はちょっと心配したところもあるんですけど、やっぱまずその芝居の力、あと目の力、それからそういう動作などで、
ね、見た目以上にあの男らしいかっこいいヒーロー像を作ってくれていいかなっていう気がしております、はい。仮面ライダーがくるくる回ります。くる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 回りますので、回ってるとこ見てください。はい、戻ります。回りました。トラック2。あれ、あ、はい、それぞれのね、時によってあのコスチューム違うし、話も違うわけで、それに沿ってやることが一番いいことだと思うんで、あんまり自分の個性が出るよりは、その監督だとかね、それから作品の本の内容によってやっぱりその、世界観が違うじゃないですか。だからそれに合わせる方のがいいものができると思うんで、自分の個性っていうのは所詮出ますからね、あの特別にしなくても。だからそういう意味ではその作品の、やる企画だとか本に沿って監督の意向を聞いて、新しいものを作っていく。ただいつもそれは、今回だけではなく、例えばその戦隊でも同じに、いつも同じようにやってるつもりです。今回特にあの指輪をしているので、パンチができないということがありますので、蹴り技を中心にやっていくというあの法則がありまして、それに対してあの最近ちょっとアメリカなんかで流行ってますエクストリームマーシャルアーツというアクロバットを取り入れながらちょっとやっていこうと思ってまして、その、中のプレイヤーの方にもちょっと練習はしてもらってるんですけども、専門でちょっといろいろと、あのアクションをやってもらったりしようと思ってます。全く今までとアクションスタイルが違うんで、ちょっとそうですね、本当今までライダーやってきた中で、初めての動きっていうかアクションなんで、体がなかなか馴染まないっていうか、まあ徐々に慣らして様になるように、今までにないライダーが見せれればいいかな。あの僕らキャスト陣は初めての経験ですけど、あのスタッフさんたちは本当にずっと今までやってる経験がある中で、本当に撮影現場をリードしてくれているので、本当僕ら若いキャスト陣はそれについてくるだけで済んでいるので、本当に心強いですし、なんかまだ始まったばっかですけど、なんかすごいチームワークみたいなのがあって、まあ、主役としては本当にありがたいですね。仮面ライダーウィザード、もうすぐ始まりますって言っても皆さん多分もう見てると思うんですけども、引き続き応援よろしくお願いします。